はい、今朝の相場解説から8時間ほど経ちまして16時2分になりましたね。今ご覧いただけるのが1時間足なんですけども、私のエントリーがここどこにあるかというと、今朝ねここでエントリーしてるんですよね、この線で。で、ロスカットラインをこちらに設けてテイクプロフィットをここに引いてますね。で2対1ぐらいになってますよね。まあ1対3ではないです、1対まあ 2.5 ぐらいですかね、これはね。で、おかげさんでまんまと、これ、上昇切り上がりに乗れたわけですよね。まあですので、あといつ決済してもいいんですけども、いや、久しぶりにね、買いの予想が当たりました。今朝お話したのが、ここと、ここと、ここを結ぶ線があると。あら。あると。で、ここはもう、今日終わらないんじゃないかなってことだったんで、そういうふうに考えましたんで、買いでいけばいいのかなと。で、買いでいくときも、まあ、このあたりとかね、このあたりを天井に考えていけば、まあ、利確はできるんじゃないかなってことですよね。で、クローズアップしたところを見てみましょうか。これはちょっと拡大したものなんですけども、ね、まあ、ここで狩られたらしょうがないなと思いながら、ここで狙っていくと。だからね、この感覚を許容ロスにしてこの辺を取りに行ってるって形ですよね。で、今許容したロスと同じだけプラスに転じたんで、まあ五分五分以上の戦いができたかなと思います。今朝6対4で勝つって言いましたけども、まあここで決済するのも一つの手ですし、ここまで狙うのも一つですね。その場合はロスカットラインをゼロライン、ここにねぐーっと持ってきて、ロスカット受けてもプラマイゼロみたいにすることができます。まあこれからそれやろうと思いますけどね。以上です。